はい、佐藤あやみです。今回はですね、これね、見ていただくとわかると思うんですけど、お寿司、イエイ。今回はですね、お寿司を60貫用意しました。くら寿司で注文しました。くら寿司は私も大好きで、家族と行ったりとかもするし、友達と行ったりもするんですけども、このね、大好きなくら寿司の人気の盛り合わせを注文したので、こちらをですね、爆食いしていきたいと思います。では早速いただきます。楽しみ。こんなにさ、お寿司いっぱい食べれるって幸せじゃない？まず醤油ちゃんをちょっと出そうかな。てかさ、醤油もう全体的にかけようかな。じゃーって、まずこの部分とか、ここら辺に醤油かけちまえばいいんじゃない。桜の絵がね、描いてある可愛らしいお皿にですね、はい、醤油を入れました。なのでもうこれにつけてもうバンバン食べていこうかな。とりあえずここら辺はかけちゃったけど、まあいいや。マグロちゃん、いただきます。うん、うまい。安定のうまさですね。うん、赤身がすごいのでさっぱりしています。じゃあ次エビ行こう。パッパが食べていかないか。エビちゃん、いただきます。うん、うまい。ゆでエビなので身がしっかりしてて、なんかザクザクって感じする。そしてこれ、イカかな？イカ。イカちゃん、いただきまーす。いただきます。うん、うん、うん、うん。甘い。イカってさ、噛めば噛むほど甘いのが出てくるやん。だけん好き。そして次、これサーモンかな？サーモン。いただきます。サーモンちゃん。私ちなみにこのくら寿司のトロサーモン大好き。これもまたさっぱりしてる。でも赤身のこのマグロちゃんと違って、ちょっとこう甘いというかね、甘さがある感じですね。これ何やったっけな、カンパチとかそこら辺かな。ちょっと調べてテロップ入れときます。いただきまーす。うん、身が柔らかい。身がすごい柔らかくて、なんだろう、柔らかい。美味しい。油が乗った焼きハラスでございます。油が乗ってます。はい、美味しそうです。いただきます。うん、おいしい。なんかこれは皮の部分がちょっと香ばしい感じで、身が柔らかいし、油がのっとって最高です。美味しい。次は生エビかな、これは。はい。次はこのエビちゃん。エビ2号いただきます。この子は生ですね。生のエビちゃん。いただきます。うん。このゆでエビと違って、なんかこう、プリプリしと。でも身はギュッてしてる。めっちゃ甘くて美味しいです。最高。いや、エビ美味しいよね。そして次、卵。卵。人気メニューだから乗ってる。入ってた。卵とか何年ぶりだろうっていうぐらい。何年ぶりではないか。食べるけど、もうくら寿司で食べるのは久しぶりかも。いただきます。卵はめっちゃ甘い。甘いですね。なんか優しい味がする。久しぶりに食べたわ。甘い卵、美味しい。よいしょ。硬い。醤油をね、こうやって持ってかれると大変やったけど、ちょっとここにつけながらも食べていきたいと思います。はい。そして次は、イクラー。イクラ、イクラ。イクラ大好き。イクラちゃん。イクラいただきまーす。うん。うんふん。味が濃い。プチプチしてて。めっちゃ味濃い。濃厚って感じだね。濃厚って言うと、濃い。次、私大好きな稲荷寿司いただきます。うーん。このさ、甘い、
甘じょっぱいっていうと、ま、甘い感じのさ、いなりの、の、周りの部分、揚げ？バリ美味しいやん、これが。いなりってね、無性に食べたくなるんですよね、時々。コンビニでも時々買ったりするし。好き、このくらい。次、コーン。コーンってあんま普段食べないんですけど、てか初めて食べたかも、くら寿司のコーン。美味しい。子供好きそう、これめっちゃ。で、このサラダはね、私大好きで、毎回頼むんですよ。これはね、美味しい。圧倒的な美味しさ。カニとか、キュウリとか、いろいろお野菜とかが入っとって、マヨネーズで圧倒的に美味しいです。はい、これ全部一貫ずつ今食べてみたので、今からどん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 全部平らげていきたいと思います。イェイ。キリ系とこのちょっとこう濃ゆい系を交互に食べてたらいいかもしれんね。結構これ味濃かった。ちょっと卵食べたい気分になったね。これね、ほんとスピード勝負と思っちゃうね。だけどもうとにかくバンバン食べていく、食べていかな。胃が膨れる。米やし、結局。結構腹にたまるね。この間も、それこそくら寿司で、何皿食べれるかっていう動画やったんですけど、ぜひ概要欄から飛んでみてほしいんですけども、その時割と食べれたんだよね。顎が疲れる。エラが発達する、絶対これ。結構来るね。食べれると思ったっちゃけど。まあ、まだいけるけど。エビ、うまい。あと3巻で半分突破ですね。よし。消えれるよ。皿の枚数で言うと10皿は超えたってことだよね。あー、コーラ飲みたい。なんかコーラ飲みたい。何？あとなんか？あと、一巻。カメラアングル的にこれちょっと猫背になって食べないかんのよ。なんとなく。これもちゃんと映したいし、っていうのがあるやん。やっぱ猫背やったら胃袋がすごい縮まるのかな？でもめっちゃ腹出とい、今。やばいよ。見せたい。見て、これ。やばくない？ここ背中。これ。もう胃が、ここの胃が、胃がすごいことになってる。私結構イカ水タイプなんで、この胃、やばくない？これ胃。あ、もう胃が爆発する。いなりちゃん食べます。今、皿計算でしたらさ、1皿2貫乗っとるわけやん。ってことは、10皿は超えたやん。今30貫食べたってことやけん。ちょっと私計算苦手やけんわからんちけど。どうさ、あと1貫食べたら？ん？違うか。あと2貫。あと2貫食べたらもう1皿プラスってことかな。あと2個いけるかな？頑張れ、頑張れ、お腹。いけるか？いけるよ。オッケー。よし。いけるかな？マジ、ほんと結構来てる。目の前にある君に決めた。
もうね、エラが噛むことをやめたいって叫びよる。なんかあるやん、そういう映画、なんとかが叫びたがってるみたいな、そんな感じがある。うん、なんかいっぱいでございます。マジ腹もっとやばいと思う。腹、いやでもこれやばくない？これよ、胸より全然出とるから、胃の方が。いや、やばいって。もう ここがもう、なんて言うと、うん、なんて言うと、張りまくっとる。もう今にも爆発しそうな感じの胃袋しとる。はい、というわけで今回は記録が32巻という感じでございました。32巻食べたらお皿が何皿になるか計算してテロップで入れますね。すごいお腹いっぱいになりました。大好きなお寿司をたくさん食べれて、もう幸せすぎる今時間でしたね。はい、まあ、結果はこんな感じになってしまって申し訳ないんですけども、あとは後で小腹が空いたら食べたりとか、あと私今実家にいて家族がいるので、家族に食べてもらったりしたいなと思います。今回もご視聴ありがとうございます。よかったらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あーマジこの胃が爆発するのか。あー死ぬ。